はい、本日はですね、こちらマーモットのコモドジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まず皆さんがパッと思ったことを言いますね。それどこの何のジャケットって思うと思うんですよね。ご安心ください。マーモットというブランドで聞いたことあるなっていう方もいらっしゃれば、全く聞いたことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、僕も以前から名前だけは聞いてました。アイテムは一切持ってなかったんですけども、マーモットとかマムートとかね、なんかその辺の名前がちょっとややこしいということで、もう覚えるつもりも鼻からなかったですし、覚えたいとも思ってなかったんですけども、今回購入したんでね、覚えていこうじゃないかということでね、ご紹介します。で、その中でもこのマーモットというアメリカのブランドなんですけど、このブランドの定番ジャケットっていうのがこのジャケットなんですよね。もちろんカラーはね、普通のシンプルなカラーもあったりするんですけども、あえてこのド派手なカラー、お子さんにパッて見せたりしたらね、これあんた任天堂スイッチじゃないんですかとね、僕もこの任天堂スイッチのジャケット欲しいよと思っていただけるかもしれないんですけども、そんなジャケットをね、ご紹介していこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずは外観をパッて見ていってもらいたいなと思います。どんなジャケットなんとか、そもそもそれいいやつなんとかっていうのね、こう見ていただいて、で次に僕は着用していって、着用しながらね、特徴はこういう特徴ありますよね、こんなとこ特徴ありますよねっていう話をして、でとは言いながらもね、デメリットとしてはちょっとこの辺はデメリットちゃいますかっていうところをお話しして、おすすめの人サイズ感という順番でね、行こうと思っていますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でまず外観に行きたいなと思うんですが、外観ズドン、はい、非常にね、綺麗なカラーリングになってるんかなと思います。なかなかね、この見ないパターンというか、でしかもなおかつゴアテックスっていうね、この辺にタグがあるのがわかるかなと思うんですけど、性能もちゃんとあるし、こういうあんま見ないねタイプのカラーリングっていうことでね、こちら、マーモットって書いてますね、マムートでございません、マーモットって書いてます。そして袖口にはゴアテックスと入っておりまして、ベルクロがついてるんで、イメージとしてはね、ノースフェイスのクライムライトジャケットに結構似てるんですよ。で生地もね、そんな分厚い生地じゃないし、何枚もね重ね着していくようなねタイプのジャケットになってて、例えばこことかやったら止水ジップ、中央のところに止水ジップが使われてたりだとか、あとサイドのとこもね、ちゃんと止水ジップが使われてたりだとか、本当にね、ノースフェイスのあの人気のジャケットにね、似てるなーっていうようなイメージです。そして後ろ側はね、特にこれも特に何ってないんやけども、肩のとこにブランドロゴがね、1個ついてますが、それ以外は特にないかなと思います。ではではですね、着用していきたいなと思うんですが、今回僕ね、L サイズで購入してます。で、中側がね、後でも言おうと思ってたんやけども、このポケットの裏側、ここがね、メッシュになってるんですよ。だから、なんかここはやっぱ生地がね、分厚い分、蒸れやすいっていうところがあるんと思うんですけど、それをね、解決するためにこうやってメッシュにしてるんかなと思います。あとはこういうとこって1枚しか生地ないじゃないですか。でもポケット作ろうと思ったらやっぱ二重重ねとか生地になってくるんで、こういうところね、ちゃんと考えられてね、作られてたりするんかなと思いますし、作りとしてはね、めちゃくちゃちゃんとしてるなっていうイメージです。でさっき言っとくの忘れたんですけど、これセールでね、購入しております。だから1万円ぐらい安く買えたんかなと思うんですけども、ちょっと今からもうちょっと広い部屋行きますね。はいはいはい、どうでしょうか、いかがでしょうか。こんな感じね、マーモットっていうブランドのこちらLサイズを着用しております。サイズ感的にはノースフェイスとかとあんま変わらへんサイズ感なんかな。こう普段ね着用されているサイズ感で全然問題ないと思います。例えばアークテリクスとかやったらね、ワンサイズぐらい上げやなとかってあったりするんやけども、このマーモットに関しては普段のサイズ感で全然いけるかなと思います。いや派手ですよね、これめちゃくちゃ派手やな。こんな感じのねカラーリングです。でもちろんこのコモドジャケット最初も言ったんですけどね、もう単色のねタイプもあったりするんで、ほんま真っ黒とかやったら真っ黒でも全然あったりするんですけど、こういったねサイズ感です。でさっき言ってたノースフェイスのねクライムライトっていうのがこれ、このジャケットに僕そっくりでしゃあないと思うんですよ。ほぼ一緒やないかって思うんですけど、前もねこんな感じで止水ジップがちゃんと使われてたりだとか、こう生地薄めでねゴアテックスでベルクロ袖口にあったりだとかっていうのもね、これも全く同じような感じじゃないですか。だからねそっくりかなと思うんですが、これを着ながらね特徴とかお話していこうと思います。まず一つ目はですね、やっぱ動きやすいんですよね。ねなんで動きやすいのというと、やっぱ生地がね結構薄めっていうこともあって、こうやって重ね着いっぱいできるし、なおかつそんなにこう動いててもねストレス感がないっていう感じなんですけど、こういうね結構しっかりしたマウンテンライトジャケットみたいな感じのしっかりしたこうハードシェルみたいなジャケットとかやったら、ちょっと動きづらさがあったりとか、その分頑丈なんですけどもね、そういう着心地とかっていうよりかは頑丈さをね求めるジャケットはこっちになってくるし、対してこのコモドジャケットはねめちゃくちゃ動きやすい。その辺はねクライムライトジャケットにも同じこと言えるんですけども、薄めですよねと、こう着てる感じ全くないストレスフリーな感じですよねということになってて、その次がですよ、こちらのタグついておりますよね、ゴアテックスというマークがありまして、僕はもうゴアテックス信者になっておりますので、ね、ゴアテックスのアイテムしか買わないんだっていうぐらいねゴアテックス買わせていただいてるんですけども、はい、こちら復習でございます。ゴアテックスっていうのはこの2つがあるんですよね。よく昔話で言うと、金の斧と銀の斧あります、どっちをあなた欲しいですかなんて言ったりするんですけども、このゴアテックスの方にはですねそれぞれいいところがございます。まずはこちら金の方っていうのは今回のジャケットそうですよね、金の方なんですけども、これはですね宮沢賢治ジャケットと僕は呼んでるんですけども、
そう、雨にも負けず風にも負けずということで、外にいてる時とかにいきなり雨降ってきたりめっちゃ突風吹いたりとかしてもこのジャケットが全部守ってくれるんですよ。だからよく台風情報とかでね、はい誰々さんとか言って、はいこちらはですねとか言ってみんな言ってるんですけど、その時って大体このゴアテックス着てるんですよね、みんなね。でそれなんでなんかっていうと、普通の服やったら風も通すし雨も通すからどんどん体の体温が冷えていったりとかびしょびしょになっていったりするっていうことなんですけども、このジャケットに関しては宮沢賢治なんだよというところでね、覚えてくださいということが言ってたりだとか、じゃあこの白の方は何なんですかっていうことで言うと、特にないんですけども、覚え方としてはですね、めちゃくちゃ風に強いないかっていうのがね、覚え方ですよっていう話をしてるんですけども、そういったところで雨を多少は弾けるんですけども、よりその性能を 120% 風に持っていったっていうのがね、この白の方になってるんで、まあ、特にバイクとかはいいかもしれないですよね。風をよく浴びるシーンとかやったら、こうバイカーの人とかやったらこっちのゴアテックスの方がね良かったりするかもしれないんですけど、そういうところになってると、じゃあ宮沢賢治ジャケット、その雨にも負けず風にも負けず言ってるけども、ほんまなんかいうところでね、こう見ていただこうと思います。まあ、特に黒とかが分かりやすいかな、赤でもええか。いきますということでね、水をどん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 かけていくんですね。で、どん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 かけていったら、このように全部きれいに弾いてくれるんですよ。で、これがやっぱり雨にも負けてないし、風にも負けてないよねっていう証拠になりますよね。中の服は全く濡れておりません。そしてですね、次は生地のね、薄さを見ていきましょう。こんなはかりがあるんですね。このはかりを押すとですね、生地が薄い、分厚いとかいうのが分かるんですけども、申し訳ございません。現在故障中でしょ、使えませんでしたのでね、ちょっと正確なデータっていうのは分からないんですけども、まあ、袖口とかで見てもらいましょうか、生地の感じね。あ、こんな感じで見てもらったらね、これ比較的濃性でも薄い感じの生地感になってて、これもね、同じく小物ジャケットもね、コモドジャケットもね、こんな感じで薄い生地感になってますので、まあ、重ね着するとかってなってもね、動きやすいっていうところはね、分かるかなと思います。数値が出なくてね、申し訳ないんですけども、特に梅雨時期とかいいかもしれないですよね。ちょっとまあ雨とか降ってくるからってことで、梅雨時期はいいかもしれないんですけども、そんなところになってると。そして次がですね、じゃあデメリットのお話していこうじゃないかというところにはなってきたんですけども、デメリットとしてはですね、そんなベラボーにね、これめっちゃ悪いですわっていうのはないんですけど、一つ気になるところはね、何かっていうとね、こう着用しますよね。で、人によったら全然そんなんせえへんっていう人もいてるんですけども、まあ、ベルクロを締めましたと。で、ベルクロ締めたのはまあみんなすると思うんですけど、じゃあ次ですよね、このね、裾のね、このドローコードをギュッて引っ張ろうと思ってね、ここギュッて締めたいじゃないですか。ここ締めたいっていう時もあると思うんですよね、登山とかバイクとかやったら。で、ギュッて締めたいってなった時に、こういうね、他のアウトドアとかやったらもうすぐね、こういうドローコードがね、取りやすい位置にこうやってピュッてあるんですよ。ただ対してこっちのね、小物ジャケットはこのね、裏返した中んとこにあるんですよ。だからこれをいちいちね、引っ張ったり何やするのがちょっと面倒くさいんですよね。本来やったらここについておいてほしいんやけども、このちょっと上っ側についてるから、一回ひっくり返してこれギュッて絞らなあかんっていうのがちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですか。で、それ以外にもね、そのベルクロのとこもだいたい相場ってね、こうギュッて締めたりしたら、この裏側にね、ゴムあるんですよ。なんでゴムあんの、そんなん別に変わらへんやんと思うんですけどもね、ゴムあるだけでね、この締めた状態でこう脱ぎ着できるんですけど、これはゴムないからできないんですね。これ引っかかるから、いちいち全部外さなあかんっていうところも突き詰めていくんやったら、ちょっとね、デメリットになるんかなと思います。まあ、何を言いたいかというとね、こういう感じ、こういう風にね、ゴムあるタイプってベルクロギュッてこうきつめに締めても脱ぎ時にね、こうやって伸びてくれるんですよ。だからいちいちこう締めたり直したりとかする必要ないんやけども、これはね、一回一回ちゃんと外して付き合わなあかんみたいな、まあその辺はね、気になる方からしたらデメリットやし、いや全く気にならんっていう人も全然いてると思うんで、そういう方からしたらね、ほぼデメリットないと思います。っていうのもこれ収納もついてるんですよ。だからね、収納でね、くるくるくるってジャケットの中に入れて持ち運びすることもできるんで、ほぼそれクライムライトジャケットやないかいと。そんなもん生地薄手で収納ついてる、ほんとクライムライトやないかいっていうことなんですけど、いやでもねと、定価よりも1万円ぐらい安くね、買えますよって、それクライムじゃないやないかと、それやったらコモドやないかいってことになってきてね、次のおすすめの人としては比較的安く買えるんですよ。で、このクライムっていうのはね、だいたいセールにかかりません。相場は3万3000円か何回だけど、もうそのままセールにかからへんっていうのがだいたいそうなんですけど、このコモドジャケットはほぼ全色セールにかかっておりました。で、元値がね、確か27,500円、まあだいたい3万円弱するジャケットなんでね、まあ性能としても確かにいいジャケットやからね、宮沢賢治でしょ、だからっていうのが分かるんですけども、僕購入したのはね、結局1万9000円かなんかで購入してますので、これね、下に一応リンク貼ってますけども、まあおそらくちょっとね、型が古いんかなんか、新作がそろそろ出てくるんかちょっと分からないけども、定番アイテムとしては定番で、ね、ずっと出てるやつやから、ブラックとかね、買っときゃね、1万9000円で買えると安いなと思ったりするんですけども、結構ね、お買い得に買えるっていうところもそうやし、次のおすすめとしてはね、めちゃくちゃこれもね、細かいこと言わせてください、めっちゃ細かいこと言うやけども、こういうマウンテンパーカーって
基本相場はナイロン使われてるんですよ。でナイロンというともう素材の王様、一番強い百獣のライオン状態なんですけども、これはね実はポリエステル使われてるんですよ。だからより柔らかいんですよね、着心地が。だからこういう風に今まで薄いジャケットね、ノースレスにしてもオンベルにしてもパタゴニアにしても持ってたんやけども、このパリパリしてる感じが好きじゃないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。でそういう方はね、こういったポリやねんけどもゴアテックス使ってるような感じのってこう動きやすさがあるんですよね。まあやけどその分耐久性どうやねんって言われたりしたらね、まあまあポリとナイロンやったらね、そのナイロンの方があるんやけども、まあそんな過酷な状況で着るんやったらね、ああまあ確かに大事だなってなるけど、まあそんな過酷な状況で着る人いてます？だいたいこれ見てはる方って言ったら、相場は家のソファーでゴロゴロしながら子供を遊んでるの片目に見ながらふざけたこと言ってんなって言って酒を片手にね、あの見てはる方が多いと思いますので、それ過酷ですかっていうことなんですけども、たまにねこれ登山してはるって方見てはるから、登山してはる方はねかなり過酷な状況やと思いますので、そういったポリ素材なのかナイロン素材なのかって結構違うところやと思うんですけども、そうじゃない限りはね、まあ、着心地がしなやかなのかパリッとしてるのかぐらいが違いと思っていただければねいいかなと思います。ということで最後サイズ感はね L サイズ着てたんですけども、まあ、L で問題なかったですよね。ジャストってことやったんで、普段着用されている M サイズ着られている方やったら M サイズで問題ないし、まあ、ノースフェイスとか、ユニクロとかはね M で着てるんだよってことは M でいいやろうし、アークテリクスやったらね1個ちょっとサイズが大きいサイズなんで、普段僕はアークテリクスやったら M サイズを着るんですけど、まあ、そういう方は、まあ、日本規格に戻して L サイズを購入されたらいいかなと思いますので、まあ、何が言いたかったかというとですね、普通のサイズ買っときゃ問題ないよというところを、ね、言いたかったので、まあ、そんなところになっておりました。まあ、今の時期にね購入しといて、まあ、特にこれから春先とか、あとは梅雨時期とかにガンガン着ていくっていうのもありかもしれんし、こういうレインジャケットおすすめトップ10みたいなのもねご紹介したいなと思ってる中では、これは入ってくるんちゃうかなと思います。価格的にもね安いし、1万円台で購入できるようになったら全然ありやなと思いますので、まあ、今日はねその辺のお話をさせていただきましたということで、本日はですねマーモットでしたよね。はい、マーモットの小物ジャケットをご紹介してみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。